はい、トモユタです。今回は、3連メーターついてるんですけど、油温油圧ブースト系なんで水温がついてないんで、こちら同じ BF の水温計で、シャイニングスピードさんのメーターフードをちょっと買ったんで、それでつけていきたいと思います。でそしたら僕はこのプローバの車外のコンポジットラジエーターに変えてるんで、ここにセンサーを入れるところがあるんですね。なのでちょっとこちらからやっていきます。で多分これ取るともうラジエーター漏れてくると思うんで、まあもう後でエア抜きするしかないですね、漏れてきたら。でこっちのセンサーの方にもシールテープを巻き付けてあります。やばい、もうにじんできてる、漏れるぞこれ。やばい、漏れてる漏れてる、結構勢いいいね。わ、止めて止めて、よいしょ。あ、めくらキャップがやばいやばいやばい。結構すっ飛んで出てったな。そっちのインタークーラーの方まで行っちゃったよ。よし、とりあえず手締めで今漏れてきてないんで、よいしょ、じゃーん、こんな方まで、こんなドピュードピュー、勢いがいい子でした。何言ってんねん。はい、ちょっとじゃあ拭きましょう。で今ちょっと工具で締め付けました。ちょっとまあある程度のとこまで締め付けました。で、あとはこれをカプラーを室内に引き込んでいくんで、この中を通しちまおう。こちらからこうずっと来て、ダダダダダダーン、フェンダーの中を通って、でこちらからちょっと回して、見えにくいね、ここに。アドバンスコントロールユニットなんですけど、ここにこのピンクのやつ水温を今挿したんで、でただここのメーターと連結させるだけなんで、次室内やっていきます。はい、
で今 MFD を取ってこちらこんな感じになってます。これで多分ここにつないでもう一個の方にこれをつなぐんだと思うんですけど、多分はい、それでちょっとやってみます。はい、今ちょっと配線をつないだんでちゃんと動くか。警告灯表示のお知らせがあります。ベアリングのインフォメーションボタンを操作して情報をご確認ください。通信シーンが使用できます。警告灯表示のお知らせがあります。ベアリングのインフォメーションボタンを操作して情報をご確認ください。これでちょっと温まんないとまだわかんないのかな。一応そこがね20度。でも撮ってるんですけど、今こっちは40度なんですよ。で、こっちは今ちょうど30度になったぐらい。やっぱアッパーのところから撮ってるから、OBD2 はどっから撮ってるかわかんないんで、多分それで誤差が出てるんだとは思いますね。なんでまあどっちを参考にすればいいのかはちょっと今すぐわかんないんですけど、まあ一応動きますね。はい、はい、ほんじゃあちょっと水温の上がり具合をちょっと見たいですね。はい、今ちょっと走ったところですが、新しくデフィーのつけた水温計が今ね82.3ぐらいを指してて、でね OBD2 の方は今85度を指してます。乗ってた感覚だと80度を過ぎるとだいたい同じぐらいになってくる感じです。うん、多分おそらくサーモスタットが何度で開くのかわかんないですけど、この車多分サーモが開き始めて、多分そのコアの方にあったかくなったのが流れてきてるから多分この80を超えてくるとだんだん温度が同じになってくる。で走行中も走り出すとやっぱコアの方からラジエーターからの方が冷えたのがエンジンの方行くんで、だからまあ後でつけたデフィのやつの方が温度は絶対低く表示されますよね。はい、多分 OBD2 の方は結構本体エンジンの方に近い方からもしかしたらセンサーがあるかもしれないんで、と僕の予測です。
ってますけど、デフィの方は83.4度、 OBD2 の方は85度です。で最高エンジン水温っていうのが今のところ87までいってるんで、やっぱ OBD2 の方が高いです。でエンジン油温は今80度です。一応ね、ラジエーターコンポジットラジエーターつけてから油温の方は街乗りで100を超えることはまずないです。で水温もまず95ぐらいかな、街乗りでも。それより上に行くことはまずないですね。普通に走ってれば全然80度台、油温も90度超えないぐらい。風当たるとやっぱそんぐらい、アイドリングするとちょっと上がるんですけど、でもそれでも100とかは全然超えないです。この前モテギのサーキット行った時で多分120度ぐらい油温が、で水温は100度は絶対超えなかったんで、結構このコンポジットラジエーター DRL のなんで、やっぱすごい効果はありますよね。はい、という感じです。一応、はい、参考になりましたかね。はい、という感じで一応動画は以上になります。はい。